本校では、ナウルの政治について述べる。ナウル議会ナウルは、共和制を採用している。議会は一員制で、定員は18、任期は3年である。ナウルの市民権を持つ20歳以上の有権者による普通選挙によって、ウニペで選挙区から4議席、他の7選挙区から各2議席を選出する。1986年には初めて女性議員が選出された。 議員の5選で選ばれる大統領が4から5名の閣僚を指名し組閣する。しかし、政策決定は実質的に地方政府評議会が担い、内閣は行政執行のみを行うのが実情である。地方政府評議会は、任期4年の9名の評議員からなり、臨校石輸出によって得られる資金の運用と、海外投資を行い財政を握ってきた。また、 ハマー・デ・ロバートの派閥が反対勢力を牽制する役割も果たした。なお、1992年に地方政府評議会は県能を限定した形でナウル投票議会に解消されている。1968年に独立した際の初代大統領はハマー・デ・ロバートで極短期間を除いて1989年まで彼が政治、経済を独占していた。 高等裁判所が第一審及び控訴審を審理し、最終的な憲法判断の権限を有している。また、案件により、オーストラリアの最高裁判所に控訴することができる。この他に、地区裁判所と家庭裁判所がある。ありがとうございます。